もう余裕があるのでですね、はい、いやー面白い試合でしたというか、王子谷選手今日強いです。今日いいんじゃないですか。いやいいですね、はい、やはり新婚というか、はい、奥様が美女と野獣ですね、はい、あの旭化成の同僚の方々は美女と野獣と形容しても非常に可愛らしい奥さんと聞いています。そうですね、はい、もうこの2人が美女と野獣なんだぞって周りの人に言ってますからなるほど、ぜひ SNS と皆さんチェックいただければと思いますそして高木康雄選手と松村壮亮選手の一番となります。高木選手は先ほどの石山選手と同じ神戸国際高校の出身です。天理大学に進みまして現在は香川県警察、兵庫の社柔道少年団の出身なんですが、社少年、あの3人ですね、今回3人出してるんですよね、社柔道少年団、素晴らしいことと思います。今回で4度目の本戦、そして松村選手、昨年の強化選手選考会でも優勝しています。100キロ級非常に期待をされている選手です。23歳、先ほどの試合はちょっと、動きが悪いかなというところがあったんですが、高木選手が先に巴投げで試合を動かしていきます。松村選手が抑えて待て、高木選手は切符のいい柔道をする選手ですね、はい、もう袖釣り込み腰、高木選手の試合を見るとなんか一本で投げてくれるんじゃないかっていうような期待がいつも、はい、ただ相手が今回は松村選手です、はい、今大会切っての大型選手、左右も効き、あちょっとやっぱりでもなんか何かどこか痛そうですね。テーピングが見えるのは足と指ですか。はい、ちょっと戻る動作も厳しそうです。組手はともに右組みの相四つ。組み際左のかぶせるような一本背負い投げ、松村選手揺るぎません。ただ先手いい技でしたね。もう一度いきますが今度は手につかない。左の一本背負い投げ、ここで松村選手が今日崩れるんですよ ね。今のただあれですね、あの拾い方がうまかったですね、うん、手の持ちどころを変えて相手の肩を引き込んでいきました。やはり少し足が痛そうかなっていうような仕草をしてますよね、うん、松村選手に消極的試合姿勢の指導、高木選手のプラン通りに進んでいるかなと思いますが、朝日先生いかがですか。そうですね、やっぱりこっちを絞る、あの引き手、高木選手の左手ですね、はい、こっちですね、絞るっていうところを見せながら、はい、反対の一本背負い、はい、もうあの本当に基本通りというか、お今度は15番、うまい、有効あってもよかった。右大外刈りから左小外刈り、強気の組み立てです。映像チェック入りますね。あれでもあれ、まあ、ポンと最後払ったような感じですけど、あれでもなんか強者の組み立てですよね。すごいですね、足をついて大外落としで踏ん張って、しかも奥足狙ってますね、まあ、しかもというか奥足しか、ね、有効ポイントですね。有効ですね、ありましたよ。いやーすごい、松村選手追いかけなくてはいけません、はい、この松村選手がの全身圧力をさばくのは大変です。2分24秒すごい大変なしんがり戦になりそうですね。ただ担ぎがあるのは大きいですね、相手が出てきた時に、ね、あの松村選手もあの前に出る前にその何て言うんですかね、はい、寄せるっていう動作をして前に出ないと、はいはい、今みたいに、はい、手が伸びちゃうわけですね。そうですね、そうすると相手体自体を寄せないといけない、入りやすいというか、今の絞り込みですかね。松村選手の側に袖口絞りの指導が出ました。高木選手いいですね、高木選手乗ってきました。そうですね、動きが今度は肩入りの右の背負い投げ崩れていますので、これも高木選手の有効打になります。下手をすると指導3すらあるんじゃないかという予想になっていました。左の一本背負い投げ、松村選手これは崩れない。1分45秒まで来ました、残り時間。高木選手はあのそこまで焦らなくても、間合いっていうものを考えてかけないと、もうそうですね、もうすごい裏投げがありますので、深く入ると5の線の技来ますから ね。松村選手背中を抱いての裏投げもかなり得意です。
これで左に入りますね。ただ圧かかってないですよね。的定まってないですよね今、はい、全部あの乗っかっちゃってますね、はいはい、しかも来た技に出てはいるけど、はい、寄ってはいないというか、はい、プッシュしてるけどアドバンスできてないというか、そうですね、うまく力がかかっていない前進になっています。藤田さん、この状況は担ぎ技の選手にとってははめやすいのでは。そうですね、あの本当に高木選手がうまく試合を運んでいるなというような印象ですよね。やっぱり圧かからない、この大外刈りもさらす、まあ、この袖を持ち合うと圧はなかなかかからない。そうですね、この左一本のフェイントを使いながら前に出ていますが、捕まえたか、まだだ。うん、1回潰れました高木選手、まあ、1回あってもいいですよね、はい、指導があってもあと1分、もうここで指導が出てももう一つ指導がつけます。そうですね、やっぱり松原選手袖を持っている限りはなかなか厳しいかなと思うんですが、うん、そうですね、こう距離をもっとあのなくすような圧をかけていった方がいいかと思いますよね。襟を持ちますが、ここ高木選手が入ります。チャンスが来ましたね、はい、ここでかけてもいいかも。捕まえています。まだ右手が定まらない。支えを使って背中アクセス、いい、ね、おその回大外落とし、逆に大外という選択をしました ね、前にかけつぶれるんじゃなく強気の大外落としの選択で押し返しましたね、はい、選択自体、強気の選択自体で今の松村選手の優位はリセット。35秒抜きましたよ。緊急事態じゃないですか。松村選手は先ほどの形から少し強引に、ね、と思い投げ、これもついていってる。ここで寝技の選択、はい、うまくやってます。うまいですね。もう、 ですね、もう見えてきましたね。見えてきましたね、はい、重量級のホープ、松村選手を高木選手が、あ、15秒まで来ました。高木選手、片襟から持ち替えて、あの内側を使うのうまいですね。そこを引き合ってしまったら時間はどんどんなくなってしまいますね、はい、背中を持ちましたが、まだ一つ指導が使えます。潰れました。ここで指導が与えられてももう仕返しで来ない。やりました、高木選手、久々の全日本選手権の勝利。そしてなんと松村宗介選手を破りました。しかも言葉合ってるかどうかわかんないですが、はい、危なげがないというか、そうですね、計画通り、しかも投げて、はい、しかもこの大型選手相手に大外落としからの出足払いという超強気の選択ですよ。そうですね、なんかまだ余力があるというか、そうですよね、動きの中でも余力があって、あ、これですね、反対の足ですね。今度ただこの崩れ方もやっぱり松村選手ちょっとやっぱり足に何か、そうですね、負傷があるのかなという印象ですね。1試合目もなんか戻り、あの回戦に戻るときになんかちょっと苦しそうな場面があったですね。高木康義選手が3回戦進出を決めています。